頭から突っ込みたい。よし、空いてる空いてる。全然空いてる全然空いてる。では、あって。いただきます。最高にうまい。な、やばいな、太麺。めっちゃ混んでるやん。びっくり、こんな混んでると思わへんか。しかもここちょっと斜めやから腰痛いわ。こうなってんの。わあ、マジでいい天気。いい天気ですね。なんか曇りが少なくなったな、いきなり。なんかな、さっきめっちゃ雲あったのにな。かもしれない運転、安全運転で行こう。ほんまに久々やしさ、こんだけ車多かったらちょっと怖いやな、さすがに。運転荒いやつがおるかもしれん。やめて、一緒のこと。それになるやろ、その後は。おしおしおし、島崎みんなにこの言葉を待ってた。11時2分ぐらいまで道なりなんじゃない。これ肘置きある。あ、あるわ、下ろすわ。下ろしてほしい。はい、こうしたい。はい、腰痛い。あ曲流しといたろ。あ、グレープの指輪が入ってた。カラオケ行ったら貸しなくてわからないですな。次行きます。はい、あ、マムの曲来ました。可愛かったな。ほんまにお風呂上がりの赤ちゃんやった。うわ、なんか調子乗ってる。加藤ミリア、昔で、デスティニーって曲や。集中する時ってさ、真顔になってまうからな、結構集中するとな、もうカメラのことなんて忘れんもんな。工場地帯や。これ夜綺麗なんじゃん。なんかさ、昔流行ったよな。あるよな。うわ、プロデュース101ジャパンズガールズファイナル。これは泣いちゃう。あ、フォーマイステラ。いきなりそっち系なんで、ジャンルがいきなり変わる。え、分かる。心奪われるなんてことあるはずないでしょ。もうちょっと綺麗に歌って。地声でやめて。ちょっと楽しみ。ご飯食べれるな。初めて行くからほんまに楽しみ。何缶が食べたい。缶やったっけ。やめて、やめて、やめてよ。コリズム乗ってんね、うちの。やめて。ラグビアトリア。ドライブで聴きそうな歌にしよう。ドライブで聴きそうな曲ね。燃えよ、刻みみピチュー。えって、しつこけまんま知らんねん。ボイスドラマ。レイチ、パート1。そうだ、集中して聴いてまうよ。パラライ。氷のナイフを抱いて。これ、クラマのソロ曲です。なんなん、チョイスやめて。クレイジールーレット。こういうこと。結局アンスタやねん。アンスタで一番好きなのずっと言ってるけど、リスキーヴィーナスなの。マジアンスタの全部の曲の中でもリスキーヴィーナスなの。あ、全部の曲の中でも。そうなんや。いつまで経っても1位を破ってくれ。ずっとリスキーヴィーナスって言って破ってほしいと思ってるんや。頭から突っ込みたい。よし、空いてる空いてる。全然空いてる全然空いてる。なんか川ある。川ちゃうわ。行け。いいよ。うわ、来ました、守谷パーキングエリア、サービスエリアか。ありがとう、運転助かりました。うまうち、マジでうまいねん。いつぶりよって話ぶりよな。そうやねん。いつぶりって話ぶりよってどんな日本語やねん。家に着いたぜ。お腹すいたぜ。アイスクリーム食べたい。芋ソフトがある。芋、あ、うまそう。うまそう。ケツにタオル入れとこ。やばい、ケツこんもりや。こんもりや。ケツこんもりや。モリアサービスエリア。何を言ってん。うわー、うまそう。ノンノン、エッグタルトとかあるね。え、ノンノンノン、お肉屋さんのチキンチーズ大葉巻きとかある。うまそう。コーンボール、え、美味しそう。え、全部美味しそう。あ、ごめんよ。あ、踏んだ踏んだ、踏んだ。カモン揃いやね。お揃い。私が真似して買った。ちょっとデザイン違いのやつやけど。マジ可愛いよな、これ、うん。ほんまに可愛い。黒もめちゃくちゃ使いやすくて良いなって思ったけど、この美獣に惹かれて、こっち買っちゃった。いや、可愛い、マジで。あ、撮ったる撮ったる。え、ちょっと待って、しかもサンリオやで。いいなぁ。え、良い良い良い。バリおもろいねんけど。あ、オッケーオッケー。やめて、その顔。おもろ。いいやいいや、ちょうどいいで。ちょっと失礼します。夢のコラボレーション。なんなん、夢のコラボレーション。いっぱいいろいろある。え、ほんまにいっぱいいろいろある。おいしそう。絶対おいしいやん。え、どうしよう、何食べる。ちょっと一回食べ。え、一回な。うまそう。チャーシューマンとか大好きやね。待って、中華ごま団子ある。待って、肉串。肉のうちの大好き。カレーパンうまそう。え、これめっちゃうまそう。めっちゃパンの匂いする。なあ、
あれ焼きたてのクロワッサンじゃね。うまそう。あふれてんの。え、かかってるってこと？すごくない？人気やん。ソースがかかってんねや、ほんまや。あとなんかいる？でももったいなくない？他にもいっぱいあるから。そうやね。これだけ種類食べよう。な。いかがでしょうか？分ける？あ、分けるか。まあ、確かに。他なんか、美味しそう。でもやっぱり、せーな、チキンチーズ、チーズ大葉巻き。うまいよな。な。よし、いろいろ買いました。楽しみ。マジお腹空いた。戦利品みたいな。近く、近く。マースト近くなんで。あ、でもこの距離やったら、ちょっとテーブルじゃない、椅子下げりゃいいや。カレーパン。あ、そうカレーパン。やめてカレーですってよね。そして、シューマイ。開けろってなんか大葉のチーズのなんか開けろってあ、そして肉の唐揚げ楽しみなあ、車そうね。そしてこれは気をつけなあかんけど、うん、はい、牛串です。やばい、もうちょっとこぼれてるタレが気つけて、うまそう。そして美味しそう、太麺の焼きそば。太麺ってところが最高。太麺の方が美味しいよな、うん、めっちゃ好き、太麺の焼きそばめっちゃ好き。では合わせていただきます。え、もう焼きそば揚げちゃっていいですか。え、シューマイ食べていい。うん、マジで美味しそうだった。うわぁ、ほらシューマイ、わぁ美味しそう。絶対私ビターって思ったなぁ。もう一回見せてお願いします。シューマイ、じゃあいただきます。美味しそう。あ、かかかかかうまい。キャベツ食べたい。キャベツ太郎シューマイ最高。イカ、イカっぽいミックスにしてな。うん、やっぱシーフードがいいよな、うん、焼きそばは最高。やっぱこういうとこで食べるとより美味しく感じるよな、うん、なんか外で食べることに意味がある。じゃあいただきます。はい、いただきます。ギュッと詰まってんな。うまっ。え、最高にうまい。な、やばいな、太麺。じゃあ、ちょっと、いっていいですか、うん、一口目。いただきます、牛串。うまっ。どう？ニンニク風味って書いてあったよね。風味っていうか、ニンニクだね。うん、みたいな感じだったよね。感じます、ニンニク。感じる。うん。わしさ、お肉ちょっと噛み応えがあるのが好きやね。うん、結構噛み応えがある肉やから、うん、わし好きやねんけど、じいちゃんばあちゃんやったらちょっと食べづらいかも。これはうちもやん、ガッカンの主やもん。うちガッカンの主やし、顎弱いからさ、多分これかもね、めっちゃ時間かかってんじゃ。なんかもう一個いいやつあったやん、1400円ぐらい、うん、あったあった。そっちの方が多分柔らかいやん、うん、わしはこの硬さが好きです。だからよく食べるような肉と硬くしたいね、うん、筋に当たったらちょっと噛みづらいかもしらへん。マジ、うん、でもタレマジうまい。マジうまない。あるま。え、かわいい。何つけてんの？かわいい。見て。ここ見て、ここ。かわいい。お茶目。かわいい。かわいい。あざと。うわ、あざとさ狙ってるわ。これで1コロよ。あざとって。まだついてる。ついてるよ。うち彼氏じゃないから、取ってペロってか舐めたれへんね。いや。ペロはいいや。ついてるや。ペロみたいに。うわ、鳥肌。あら、おから揚げ。お、食べようぜ。え、いただいていいんすか、さっき。でかない？うまくない？この。ニンニクかかってんの、やばい。これ期間限定って書いてた。でもあ、そうなんや。え、1個いけるかな、一口で。うちな、顎がな、案外口ちっちゃいからね、許可に。やめて、横からカクって音聞こえてるから。カクってどう？マジがやばい、やばい。ニンニク食べてるって感じ。パンそうかも、これ求めてたかも、うん、マジっすか。お肉も何？うん、あの、油乗ってるほうっていう、ももじゃなくて胸、なんか油乗ってるって感じせえへんから、うん、めっちゃ食べやすい、ね、楽しみ、楽しみ。あ、うん、わしサイダー飲もうかな。うん、お土産屋さんで買ったメロンサイダーをいただくわ。マヨラフメロンメロンとかスイカとか売り系好きやね、うん、いただきます。すごい匂い。めっちゃメロンやな。うまい。メロン、うん、メロン、うん、もいただきますわ。はい。えってすごいもんな、こうたっぷりニンニクがかかってんの。うちらが好きな味だね。ニンニク大好きや。うん。めっちゃ食べやすくない？ニンニクや。うん。ほんでマジでな、これ何肉なんやろ。なんかめっちゃさっぱりしてる。うん、じゃあこれ飲もう。
30匹のヨーグルト。ポッキーって書いてある。ヨーグルト好きやねん。しかもな、イチゴとかな、こういうなんていうの、こういうの大好きやから。いいや、食べちまおう。うまっ、うまっ。え、なんか秒でなくなっていくな、うん、食べ物。先ほどだってもカレーパンや。おばおば、あ、あったんや。うわ、タレかけたい。醤油やったんで。またそうや。あ、うまっ、これや、求めてた。みんなが想像するあの味です、うん、これは有名な味、うん、有名な味。想像しやすいとかじゃなくて有名な味。なんじゃまい、ケチャップ欲しい。え、何でもケチャップかけるからさ、うん、前何やったっけ、それにもケチャップつけんのって思うやついいな。つけとって、つけてた、つけてた。めっちゃケチャップ好きやねん。しかもさ、量もえぐいって言われる。めっちゃかけても、なんかあるやん、袋に入ってるやつ、小分けされたやつ、うん、遠慮して1個しかせえへん。バイキングとか言ったらちょっとさすがに遠慮してまうよ。なんかこいつガメつ女やなって思われるの嫌やからさ。バイキングだからこそ OK だから、 OK だから、もうなんか、うん、もう絞るやつにしてほしいよな、自分で。あれやったら遠慮なくガーってかけれんねんけど、そっちの方が遠慮なく使えんねや。えい、どうした、ゴリラ。マジ炭酸飲んでたら殺されそうになる時ない？うん、いや、わかる。飲んだらな、息できひん。そう、マジでそれやったら今溺れてた。紅生姜ってさ、うん、細かく刻まれてたらいけらん。無理、うち細かかったらいけんねん。まあ、好んじゃ食べへんけど、そっちの味の方がさ、強くならん、うん、それはそう。紅生姜の味の方が強くなって、なんか酸っぱいよな、紅生姜って。うん、なんか主人公が消える。うん、だから主人公さ、主役が消える。そうなの、いつもなんか、もたこ焼きとかにも入ってていらん、あんまり。たこ焼きとか入ってて無理だ、入ってるやつ。あ、そうなんや、入ってない方が好き。開けるカレーパン、じゃあ開けちゃおう。すごかったな、これ最後にかけてたもんな、うん、カレーを。追いカレーみたいなの。たかー、うわー、すげー。ちゃんとハマりやすい形になってんねや、カレーが。パー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 ちょっとかぶりつかせていただきます。すごい、うん、カレーにたどり着いてない。ついたんかと思ったわ、そのリアクション。ここめっちゃありそうじゃん、真ん中に。そう、まあ、マグマだってとこ。そう、ちょっと待って、待って、カレーの味わからへん。ちょっともらおう。辛さどう？やばい、やめてよ、その顔。うち辛くなるの。そんな辛さ感じへんけど、キョカリンちょっと辛いって言いそうかも。結構、もうほんまに甘口やもんな。え、ちょっとガキ自体なんよ、結構。ほんまに辛いのあかんもんな。これはちょっと辛い、確かに。って言うかもしれん。かじらん。かぶりついた方がいいね、それ。じゃあ、カレーのとこ行くわ、あえて。かぶりつける？どう？辛くないか。うん。うん。なんかさ、その量食べただけじゃあんま分からへんくない、辛さが。いや、顎関節弱いねん。かじれらんねん。じゃあもうちょっとこっち側行く。うん、ちょっと一回カレーたっぷりかかってるとこ食べてみて。さすがに食べやすく甘口にしてやるか。うん、辛くはない。辛くないか、うん、ほんまか、うん、ほんまかって言ったからね。後から来るパターンもあるから。あ、ちょっとこの辺ちょっといただこう。もううまい、うん、辛くなくない？辛くないわ。なんかでもスパイシーさはあんねんけど、辛くない。なんか香辛料って感じなんですね、スパイスの味。うんうんうん、うん、でも辛くない。な、不思議だから、うん、不思議だか、不思議だ、不思議だから。不思議坂46かと思った。何やろ、辛くないな。辛くない、よかったな、うん、食べれるな。辛いわ。え、今、うん、カレー本体食べてん、やっと。辛いわ、うち辛い。まず一番って、その時のためのこれやろ。あ、あ、これ辛いわ。みんな気ぃつけて。辛いの苦手な人、あのお子様カレーが好きな人は多分あの辛さくるかも。なんか異常に辛さの返してないもんな。ココイチとか行ったら、うん、ごわまた飲んでる。意味が分からへん。プラス蜂蜜かけたりする。甘いのできんねや。うん、今知らん。昔やったって言ってたから、うん、いけたんや。ごちそうさま。ごちそうさまでした。美味しかったな、うん、マジちょうどいい量やったな。うん、お腹いっぱいならへんかもって思ってたけど、ビジになったな。なあ、なったな。あ、そう、はい。あー、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 あー
だがおすすめって言ったフリーのドラマ見たで。マジでおもろない？めっちゃおもろい。演技がすごい。松本まりかさんが演技がすごすぎてめっちゃ引き込まれるよな。マジでおもろい、あのドラマ。てかそもそも夫がクズすぎるし、相手側の女もなんかあんなにでかい息子おんのにあっこまでクズなんかえぐい。すごい。マジで浮気だけは許さんかんな。怒ったかんな。あ、橋本かもうやめろってほんまにプラン取ってよで、えって自分から導き出してなんか U-NEXT 入らんの見られへんかったかな、たぶん。うち TVer で見てる。あ、見逃しでな、うん、その1話 YouTube で見て2話、3話を見られへんって。そっか、TVer1 週間後に終わるんやねん。で、うわ、何が見れるんやろって思ったら U-NEXT やったから入ったわ、U-NEXT。 うわ、あれあかんで、ぬわよな、ああいうのって1回見たらさ、止まらんってなるから結構いろんなサイト入ってまうよな。そうやねん。そっからまたドラマブームが来てさ、うん、アンナチュラル見てもた。懐かしい。昔のやつばっかり見てんねん。じゃあ一回見たやつやったらさ、話分かるから作業用にできんねん、うん、ってなるとやっぱり過去のやつを作業しながら見ちゃうから、うん、アンナチュラル見て、あー石原さとみ可愛いなって。いや、さとみ様もえぐい、マジで。さとみ様、うん、まあ、様でしょ、あれは。もう入らないと。いつも普通にさとみって呼んでんねんけどな。ごちそうさまでした。カメラ汚れてない？どこ？確かに汚れてる。これ映ってないかな、こっちの。映ってへんねん、そっちの汚れは。めっちゃ汚れてないよな。なんかカレーでも巻いた？日常の汚れです。